くんに呼び出されちゃったんだけど、話があるってやっぱり。ふ最近 LINE でもいい感じだったし、ちょっと期待してたけど、ついにこの時が来ちゃった。高橋くん。豊姫ちゃん、ごめんね急に呼び出しちゃって。全然大丈夫よ。LINE でも言ったけど、今日は直接伝えたいことがあって。うん。その。何？なんと言いますか、ママ、やっぱダメだ、恥ずかしくて言えない。ママだと？大丈夫よ高橋ちゃん、昨日あんなに一緒に練習したでしょ。でもいざここに来ると緊張しちゃって、やっぱママが言って。もう、しょうがないわね。豊姫ちゃんだっけ？あ、そうです。あのね、うちの高橋ちゃんがね、あなたのこと好きになっちゃったらしくて、よかったらお付き合いしてくれない？お願いします。いやいや、正直付き合う気満々だったけど、一気に絶対無理になったわ。こんな告白は嫌だ。ママが付き添い。はい、ということで本日はこんな茶番ですが。皆様はもし、めっちゃ気になってる人からママ付き添いで告白されたらどうしますか？ほとんどの人が一気に冷めそう。それでは続き、お楽しみください。エイキ、実はずっと好きでした。ありがとう。それで主、ちょっと古臭いけどラブレター書いてきたんだ。古臭くなんかないよ。素敵だと思う。ありがとう。じゃあ読むから聞いてくれるかな。はい、お願いします。それでは、エイキちゃんへ。2年前の4月7日、僕たちが初めて出会ったのは1年生の教室でした。同じ学校に入学し、同じクラスになりましたね。最初はあまり話す機会もありませんでしたが、初めて話したのが校外学習のバスの中。エイキちゃんの第一声はこうでした。主くん、エチケット袋持ってる？私の隣の子が気分悪いみたいで、結局主も持っていなくて、別の子に借りましたね。そして1年生の体育祭、ここではお互い応援団で頑張りましたね。2年生になると、クラスが離れ離れに。ということで以上、最後に一言。主と付き合ってください。寝起きが長すぎんじゃでてー。付き合ってくださいまでに2時間近くも話してんじゃねえよ。こんな告白は嫌だ。告白の言葉が長すぎる。おし、宿題も終わったし、テレビでも見るかな。なんか飛んできたんですけど。あら、メールかしら。何、主からのラブレター、受け取ってくれ。こんな告白は嫌だ。やまみ。うちの時代だこら。マリサ、今日は君に伝えたいことがあり、呼び出しました。主と付き合ってくれ。はぁ？中心、そこの人間たち熱いぞ。黙ってろお化けども。で、返事は？返事はこれです。そもそも深夜の学校に呼び出すんじゃねえ。こんな告白は嫌だ。告白相手が巨大化。いや、そこじゃねえしょ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。